俺はまってるぜは日本の元競争は、2006年に高松の宮記念で優勝した。場名は石原雄二郎主演の映画、俺は待ってるぜが由来だが、俺、はまってるぜとも読め、命名者であり、馬主の小田切雄一も二通りの読みの可能性を認めている。英語表記は、俺は待ってるぜである。JRA の実況では、俺は待ってるぜと呼ばれた。 2003年5月25日の3歳未勝利戦でデビュー。岩田光成を背に2番人気に押されたものの13頭中11着に敗れる。4戦目となる7月19日の未勝利戦で竹豊を背に初白星を挙げた。2005年の5月にオープンへ昇級すると中1周で KO 杯スプリングカップに挑む。これが 重傷初出走であったが2着と検討した。続いて、安田記念で GI 初出走を果たしたが、このレースは11着に敗れた。それから休養を経て、11月にキャピタルステークスへ出走、これに勝利して、オープン初勝利を飾った。2006年の東京新聞杯で、KO 杯スプリングカップなどで起場した柴田義富とのコンビが復活する。しかし、 東京新聞杯は2着、次の阪急杯は3着と勝ちきれない結果が続いた。そこで距離が短い方がいいと考えた柴田は、1200メートルの高松宮記念への出走を進言。これが場所の意図とも一致したため出走が決定し、そして見事に勝利を収めた。同馬の GI 勝ちは、長教師のおとなしい秀高にとって、初。 バシュのオダギリユイチにとっては21年ぶり、騎手の柴田にとっては6年ぶりの GI 勝ちであり、陣営にとっては格別の勝利となった。その後、前年と同じく安田記念を目指すこととなり、トライアルとして、やはり前年と同じく KO 杯スプリングカップに出走する。GI 馬ゆえに 59kg の金量を背負うが、見事に逃げ切り勝ちを果たした。 そして迎えた安田記念は一番人気。しかし、3コーナーでタバと接触したのが影響したためか、この年も10着に敗れた。それから、また休養を経て、10月には春のスプリント王の立場で、秋のスプリント王決定戦である、スプリンターズステークスに挑む。しかし、休養明けであるにもかかわらず、馬体重は安田記念からマイナス1 2ラム レースでも直線で伸びをかき、9着に敗れる。その後もスワンステークス5着、阪神カップ14着と制裁をかくレースが続いた。2007年は初のダート戦となるフェブラリーステークスから始動したが、最下位16着に敗れた。続いて連覇を狙って高松宮記念に出走。しかし5着に敗れた。さらには、 KO 杯スプリングカップでは3着と、こちらも連覇をすることはできなかった。さらに続いての安田記念では最下位18着に、敗れた。夏の間は休養し、セントールステークスから始動。安城に、竹豊を迎えてのレースだったが11着に敗れる。続いて、第41回スプリンターズステークスに出走。安城は2度目の起乗となる。 エビダ正マサヨシ騎手に乗り換わってのレースとなったが14着に大敗した。自走は富士ステークスに出走。スタートから逃げる形で直線を迎えるものの粘り切れず9着に敗れた。結局このレースが最後となり11月12日に引退が発表され11月14日付で JRA 競争馬登録を抹消されることになった。二千八年から北海道浦川町の イーストスタッドに手種ボバになった。初年度産区の花津ゴールが2012年にチューリップ賞で初の重賞制覇を遂げるなど産区が活躍し始めた矢先、2013年10月30日に重度の腰異常のため死亡した。山本トレセンの火災事故で亡くなった笑顔を見せては、ゼガネ、祖母に、優秀品馬優勝馬大仲ある、おばに、天皇賞。 優秀品馬優勝馬の名品屋グループ、いとこにエリザベス女王杯二章のアドマイヤグループがいるなど、やし大グループゆかりの決闘を持つ。ありがとうございます。